三回忌を前に実の兄やすしさんが沈黙を破って初めて我々に豊さんの真実を語ってくれた。僕が弟で一番思い出すのはやはり実家の方で暮らしている時に1階の方から兄貴って例えば電話が来た時とか下の階段下から僕を見上げて呼ぶそういう姿を思い出しますね。はい、兄やすしさんが弟ゆたかさんの死後2年近く経ちやっと語ることができた。彼が背負っていたものドラッグのこと死の瞬間尾崎ゆたかは一体何と戦い続けていたのだろうか。数々の謎と伝説を残したまま亡くなった天才ロックシンガー尾崎豊さん、まもなく三回忌を迎えることになる。そんな中唯一の兄弟で兄の泰さんが弟豊の生と死について赤裸々に綴った本が出版される。教祖と言われた弟尾崎豊の真実の姿とは兄泰さんが初めて語ってくれた。豊が死んだといろんな人に豊さんは安らかに亡くなられたんですねって聞かれて僕としては、そうですねって答えるんですけれどもその後に、そうじゃないかなそうじゃないよなっていう気持ちがあってそれで、嘘ついてるなって思って、このまま嘘のままでいいのかって思ってだから死にざまのところそれを事実として残そうと突然の死であった。一昨年の4月尾崎さんは早朝自宅近くの他人の家の軒先で酒に酔って全裸で座り込み駆けつけた救急車で一旦近くの病院に収容された。その後帰宅した後容体が急変した。死因は肺水腫。26歳の若さだった。結果としてものすごく壮絶な死だったと思います。豊は手を床から持ち上げると床にパシッと叩きつけた。そしてまた手を胸のあたりまで持ってきてパシッと床を叩いた。体を反転させうずくまったような姿勢になりまた床を叩いた。さらに体を反転させて仰向けになり手で床を叩き足を曲げたり伸ばしたりしている。その時はアルコールが抜けるようにその体を動かしてその自分に気合を入れているというようなそういうふうに僕は思い込んでしまって、それで応援してたわけですけれども、今から思うと、もう少し、気をつけて見るべきだったと思いますけれどもね。はい。吐いた黄色い液体どす黒い小さなものが混じりまた吐く黄色い液体どす黒いもの。豊は失点抜刀してもがき苦しんで何者かと最後まで戦ってそして死んだのだ。それは決して安らかな死などと呼べる代物ではなかった。今から思うと最後の言葉は勝てるかなという一言だったように思います。もちろん当時は勝てるぞって僕が言ったのに対して歯を吐いたから勝てるかなって答えたんで、そのつまり、酒と戦ってると思ったもんですから、その勝てるかなっていうその相手っていうのは、今思うと何だったと思います？
いや、よくわからないですね。そのいろいろ象徴的な意味を持っているように思うんですけれども、彼の人生を考えるときに、だけれどもその相手が何だったのか、僕にもはっきりとはわからないです。尾崎さんは青山学院高等部に在学中、シングル15の夜、アルバム17歳の地図でデビュー。高校卒業の直前に退学した。卒業という曲など10代から圧倒的な支持を受け、若者世代の教祖とまで言われた。コンサート中8メートルの高さから飛び降り骨折するという伝説も残した。その彼が昭和61年、突然活動を休止しニューヨークへ旅立った。結局その薬はニューヨークで覚えたんだと思うし、ニューヨークがなければもう少し長生きしたんだろうと思いますけれども、明らかにニューヨークから帰ってきた後の尾崎さんというのは違ってました。僕から見たら別人のように見えたということですね。俺は許されてるんだ。ドラッグの件で豊が僕に逆らうような口を聞き、しかも自己使用を肯定する意味の発言をしたのはこれが初めてだった。その瞬間、僕は豊に六方全書を投げつけ、起き上がろうとする豊の胸のあたりを蹴った。さらに体勢を立て直そうとする豊の腹に2発目の蹴りを入れた。悲しいというよりも怖かったですね、すごく。一人の人間がちょっと変化していくっていうか、そういうものをそういう状況に初めて出会ったので、怖くって、それでどう対処していいか分からなくって、もし、やってるんだったら、すぐにやめろと。やってることが分かったら、お前はおしまいだというようなことですね。昭和62年12月、覚醒剤取締法違反で警視庁に逮捕された。懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けた時も熱狂的不安が集まっていた。そして翌年の9月には東京ドームで5万6000人のファンを集めて復活した。卒業して一体何わかるというのか、思い出の他に何が残る。復帰できると思ってなかったので、だからすごく驚きました。しかも豊自身もエネルギッシュに活動を始めたので、復帰できてよかったなと思いました。時にその教祖みたいな言い方をされたりね、伝説化されていってしまう、その豊さんを見てて、お兄さんとしてはどんな思いですか？そうですね、伝説化されていくっていうのを見てすごく不思議な気持ちがしますね。ただ競争だとすれば、26歳から先の生き方を示さずに死んだから競争ではなかったんじゃないかなと思いますけどね、僕は。平成4年4月25日、アルバム「放熱への証」発売に向けプロモーション活動を行っていた矢先、急死した。尾崎ありがとう。
兄弟喧嘩っていうことをしたことがなくて、そういうことで激しく衝突したってことはないんですよね。最初に会えば多分おとなしいやつだっていう印象を持つんじゃないでしょうかね。自分の弟がそれだけすごい人物だという、この立場っていうのは何と表現したらいいかわからない、だけどやはり弟がみんなにいい意味での影響を与えたんだとしたら嬉しいですけれども。改めて尾崎さんのあの護国寺での告別式の時の様子を見るとやっぱりすごい歌手だったんだなっていう気がしますけどもね。お兄様は兄弟喧嘩したことがなかったってことをおっしゃってましたね。やっぱりこうどことなく友達が似てましてね、でもあのきっと山本さんおっしゃったあのご葬儀から確実にファンの胸の中にはまだ豊さんできてらっしゃるんでしょうけど、お兄様が今ね、今お話になったっていうのはやっぱり何か、気持ちの中であったんでしょうかね。会う人ごとにね、弟さんは安らかな死だったんですねっていうふうに言われる。でそれが現実とあまりにも違うので、で当時はやっぱり嘘をついて、そうですって答えてたのがもう耐えられなくなってきたと。でこのままの状態でずっと行くっていうのは僕にとって耐えられなくなった。それと、あの当時は一切話をしたりこういう例えば本を書くっていうようなこともできなかったけれども、ちょうど丸2年三回忌を迎えるわけですね、この4月25日ですけども、で今やっとそういうことが書けるようになったということなんですね。そして、弟尾崎豊の愛と死という、尾崎康さんお兄さんなんですかね、これが4月の5日に、講談社から発売されます。1500円なんですけど、去年の8月頃から書き始めて、それでも、一回はまたやめようかなと思ったり、また書き始めたりというような繰り返しだったそうですけども、一冊の本にまとめ上げました。で、そういう中でお兄さんがお墓参りをしまして、で一つ一つこう私の質問に対してこう言葉を選びながら、誠実に答えてくださったんですけどもね。でそういうような状況を放っておきたくなかったという気持ちが、こういうふうにして本にさせたわけですけどもね。実際はあそこのマンションの中で、奥さんとマネージャーと、それからお兄さんが見守る中で、あまりにもこう壮絶な死だったと。でそのあたりは不安がどういうふうにこれから受け止めるかなっていう気もしますけどね、それと現在、多少こう揉め事が、あるんですが、尾崎さんの何かこう意思を守っていこうとするんだけれども、どう実現したらいいかということで微妙に違っているところでね、トラブルがありますけども、僕たちは静かに見守りたいなというふうにも思います、これからもまた伝説いろいろ出てくるかもしれませんけれども、とにかく尾崎さんの残した歌が歌い継がれていくということはもう事実じゃないかなと思いますね。